2回刺されたら死ぬ、蜂に2回刺されたら死ぬという話は半分真実です。もしかして毒蛇に2回噛まれたら死ぬも半分事実かもしれない。1回目蜂に刺されてアナフィラキシー反応を起こさなかった場合、2回目でも必ず死ぬわけではありません。しかし2回目の刺されによってアナフィラキシー反応を起こすリスクは高くなります。アナフィラキシー反応とは、ハチ毒などのアレルゲンに対する過剰な免疫反応で、重症化すると最悪の場合、死に至ることもあります。2回目の刺されによってアナフィラキシー反応を起こしやすい理由は、1回目の刺されによってハチ毒に対する感作が起こっているためです。感作とは、免疫システムが特定のアレルゲンを記憶し、次回接触した際に過剰な反応を起こしてしまう状態です。アナフィラキシー反応の症状としては、蕁麻疹、呼吸困難、めまい、血圧低下などがあります。これらの症状が現れたら、すぐに医療機関を受診する必要があります。蜂に刺された場合は、たとえ1回目であっても必ず様子をよく観察し、異常を感じたらすぐに医療機関を受診するようにしましょう。いずれにしても蜂や毒蛇に噛まれないようにしたい。長靴を履いて毒蛇からは防御したい。蛇の出そうな場所では肌をあまり露出しないで手袋をするなど噛まれるリスクを少なくする。蜂には黒や花柄の服は刺激するので避け、白っぽい色の服装を着用します。また、蜂は強い香りに引き寄せられます。香水や整髪料などの香水の使用は控えましょう。特に夏季は、蛇も蜂も動きが活発です。警戒しましょう。甘いものが好きだからといって、野外でジュースやお菓子などを食べる際は注意しましょう。蜂は甘いものに引き寄せられます。